ォックスボロはアメリカ合衆国のマサチューセッツ州のオーホーク郡にある町。ボストンの南西 35km、ロードアイランド州プロビデンスの北東 30km に位置する。人口は16,865人。NFL のニューイングランドペートリオッツとメジャーリーグサッカーのニューイングランドレボリューションのホーム、ジレットスタジアムがあることで知られる。 町名の公式表記はフォックスバーだが、フォックスバーという略称も散見される。アメリカ合衆国郵便公社では略称の方が公式に採用されている。1906年前後のメインストリート1704年に入職が始まり、1778年に調整施行された。フォックスボロという名は13植民地を独立まで。 一貫して支援したイギリスのチャールズ・ジェームズ・フォックス庶民議員議員にちなむ。かつてこの町には当時世界最大の麦わら帽子工場があった。地元の実業家 EP カーペンターによるもので20世紀初頭に火事で全焼した。跡地には現在郵便局が立つ。1九百年代までフォックスボロ町はフォックスベール、パインバーフ、クエーカーヒル、 レイクビュー、ドンキービルなど近隣の小さなコミュニティからなっていた。このうちフォックスベール、パインバーフは20世紀中央まで半日を保った。ジレットスタジアムはアメリカンフットボールのニューイングランドペイトリオッツとメジャーリーグサッカーのニューイングランドレボリューションが本拠地としている。2009年にはオーナーのボブクラフトがスタジアム周囲の土地を購入し、 ペイトリオットプレイスというショッピングセンターを建設した。センター内には、レストランや医療品店、その他小売店が多数入居する。国勢調査局によるとこの町は総面積54.1平方キロメートルで、このうち52.0平方キロメートルが、陸地、総面積の3.88%に当たる2.1平方キロメートルが水域である。コカセット川が流れる。 フォックスボロの気候はニューイングランドで広く見られる、湿潤大陸性気候で、夏は蒸し暑く冬は風が強い。春秋の天候は穏やかだが、風向やジェット気流の影響で変わりやすい。もっとも気温の高い7月の平均最高気温は28度、最低気温は17度で、最も寒い1月の平均最高気温は2度、最低気温はマイナス8度である。 夏には32度、冬にはマイナス12度に達することも何度かある。2000年の国勢調査で、町内には16,246人、6,141世帯、及び4,396家族が暮らしている。人口密度は312.4人、平方キロ。住居数は6,299件で、1平方キロあたりに、平均121.1件が立つ。 人種構成は、白人が97.09%、アフリカ系が0.82%、ネイティブアメリカンが0.11%、アジア系が1.22%、太平洋諸島系が0.01%、その他が0.20%、根結が0.54%、人口の1.06%をヒスパニックが占める。 35.3%の世帯は18歳以下の未成年と同居し、59.9%は夫婦で生活している。8.6%は未婚の女性が世帯主であり、28.4%は家族以外の住人と同居している。23.4%が単身世帯で、8.6%を独居老人が占める。 一世帯あたりの平均人数は2.63人で、一家庭あたりでは3.15人である。世代別では26.5%が18歳以下の未成年5.0%が18歳以上24歳以下、32.1%が25歳以上44歳以下、24.5%が45歳以上64歳以下、 11.9%が65歳以上で、平均年齢は38歳である。女性100人に対し男性が95.8人、18歳以上の女性100人に対しては92.2 92. 人いる。1世帯あたりの平均収入は64,323ベードルで、家族あたりのそれは78,811ベードルである。 男性の平均収入は51,901ベイドル、女性のそれは35,748ベイドルで、非労働人口も含めた、住民1人当たりの収入は32,294ベイドルである。総人口の3.1%、家族の2.3%、18歳以下の未成年の2.0%、及び65歳以上の高齢者の6.3%が、 貧困線以下の収入で生計を立てている。行政は5名からなる、行政委員会が運営する。行政委員は選挙で選ばれるが、委員会の業務には同じく選挙で選ばれた、タウンマネージャーによる制限が伴う。町内には下記の公立校が存在し、計3000人以上の児童、生徒が在籍する。中心市街地の近くに、12年生の大学進学準備教育校である。 フォックスボロ地域チャータースクールがある。1998年にセービス、フォックスボロ地域チャータースクールとして創立され、2002年に現在の公明に解消された。メカニック街には8年生の政治スクールがある。メモリアルホール、ありがとうございます。